どうもタッカーです。 MLB ダショー18ロードトゥダショーやっていきたいと思います。前回チャンピオンシリーズの初戦とね2回戦目をやりました。結果はまあ初戦ちょっとね負けてしまったんですが、2回戦目、勝つことができまして、現在1勝1敗のねタイという感じになってます。で、ここから3戦目からねホームに戻りまして、ブレーブスのねホーム球場での3連戦があります。なので今回の動画はまあその3連戦のうちの2試合をねちょっとやりたいかなと思ってます。はい、そして現在のタッカーの成績ですね、上の方にありますけど、相変わらずね1割6分0、で2ホーマー6打点というね感じで、ちょっとねもうちょっと打たないとなっていうね感じなんで、頑張りたいと思います。さあ行きましょう。3番サードですね。MLB Network welcomes you to SunTrust Park. It's Game 3 of the National League Championship Series between the LA Dodgers and the Atlanta Braves. It's Game 3 of the NLCS, and it's next. Luis Gohara will do the pitching in Game 3 of the series. Dan, any thoughts?いやーちょっとヒット1本、まあ、2本できれば打ちたいんだけどね。さあ相手のねドジャースの打線はなかなか強力なんですよね。で特にコーリーシーガー3番のとか4番のねベリンジャーとかもう打率もねいいんですよ、調子いいんだよね。なのでちょっとねこの辺をね調子乗せちゃうとまずいかなっていうね感じでございます。さあ行きましょう。ピッチャーがね確かウッドっていう、あそうですね、アレックスウッド、ちょっとねあのフォーム少し特徴的なフォームで投げてくるピッチャーなんですけどね。ツーシーム、ナックルカーブ、シンカー、チェンジアップ、そう何回かね対戦はしているとは思うんですけどね。そこまでまあねあのストレートはね速くはなかった気が、そうですね92マイルとかなんで、まあ、変化球とかねあとフォームでちょっと、そうかシンカーがやっややこしいっていうか厄介だな。渋いな。おピッチャーの打席、これはそうですねバントシチュエーションなので、もう今回はねもう教科書通りファーストに投げます。ちょっとね前回はねここでね思い切って二塁に投げて全然オールセーフになってしまうというね大失態を犯してるんで、 OKOK。 さあシーガー、おーでもとりあえずまあまあ今のところ 0-0 ですね。これはファーストで OK ですね。おショートフライかな、あーですね。さあちなみにアメリカンリーグはあヤンキースとあとアスレチックスが勝って今チャンピオンシリーズでアスレチックスの2勝、いや意外だなそれ。ヤンキースが来るかなと思ってるけどどうですかね。さあここもランナーないのか。球は速くないけどでも振り遅れてんだよね。うーと思ったらちょっと変化球っていう、振り遅れたんでちょっと早めに振っていこうかなと思ったらねやられました。さあち
さあ、ツーワン、ちょっとね、あのミートを中心の打撃でいきたいと思います。あぶねー。 OK OK。 These are the great matchups that happen throughout the course of a game.I don't think as a pitcher you can give in right here. He's a great hitter at the plate. He knows it. You know it. Oh, sure, sure, sure. Maybe get him to roll something. さあ、フルカウント。Count three and two. Swing and a high. 打ち上げてしまった。Turner waits on it, and that's the second out of the inning. いやー、しくったなー。お、勝ってるね。いいぞいいぞ。これはゲッツー行きたいですね。いやー、ダメだな。これはあー、1点取られるか。いやー、さすがですね。同点かな。うわ、逆転されてんじゃん。まず同点にしたいですね。チェンジアップか。3-2 is our score here in inning number 6.よし、いい感じ、いい感じ。よし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 。OK。ワンアウトだけどね。いやー、やっとまともなヒットが出たわ。インコース気味だったかな、ですよね。インコース低めを逆方向に。まあ、この形が出てくるとね、ちょっとはいい兆しかなって気はするけど、さあ頼むぞ後続、ここでちょっとね、点数同点にしておきたいですよね。うわー、マジかよ。せめて進塁打打ってほしかったけど、まあしょうがない。次誰だ、アルビーズかな。あ、タイラー・オースティンじゃん。いやー、あと1本が出ないっすね。うわ、4点差に開いてるし。いやー、これはもう、でもしかも7回ですからね。よし、あ、もう9回か。シングラニかな。抑えのピッチャーではないですかね。フォーシームスライダーチェンジアップカーブか。OK。ここはね、ショータイム残っちゃってるんで、使っていきます。なんだこれは。あ、スライダーか。スライダーとチェンジアップとカーブだもんね。いやー、ちょっと待って、これもスライダーか。あー、フォーシームか。いやー、わからんな。しかもノースリーでしょ。ちょっとこれ一回見ますかね。多分ね、次がね、ショータイムラストだと思うんだよね。なので、OK。よし、これ次が勝負だな。OK。
ほら来た、久々ナイス。ステップ刻んでんな。ステップ軽快に刻んでますね。いやもう打った瞬間でしたね。いやーちょっとランナーいる場面でも、しかももう少しねイニングの序盤とか中盤で打ちたかったですけどね。いやー嘘、マジかよ、超すげえ。あそこからよく頑張ったな。ブレーブスサヨナラ勝ちか。あ、しかもタッカー選ばれてるし。いやでも今日の試合はあれですね、貢献多少できたかな。まさかでも逆転勝ちすると思わなかったな。でもちょっとタッカーのホームランがきっかけになったかもしれないですね。いやここでちょっとこの試合勝てたのはかなりでかいぞ。うわ5点取ってるし、ちょっとこれ実はハイライト見れるんでちょっと見てみましょうか。この試合面白い試合だったな、そう考えると。あーこれね、ベリンジャーのあのレフト前のまあヒット、これもう自分が守備機会の時見てましたからね。でホームラン打って、これでまあ6対3になったんですけど、まだ3点差で、しかも9回のもうねこれ抑えられたら負けるっていうところでしたからね。こっからあないのかい自分に絡むことしかないのか。あゲームログでいいね。まずタッカーがホームラン打ちました。で、あ抑えのジェンセンが出てきたんですね。でジェンセンが出てきて、で4番次の出すバッターのカスティアーノがツーベースを、レフト側にツーベースを打って、でその後のタイラー・オースティンもセンターにツーベースを打って、でカスティアーノがホームイン、でその後アルビーズが、あアルビーズは高めのストレートを三振されて、でベルドゥーゴっていう選手がライト前にヒット打ったのか。で、オースティンがサードまで進むと。で、カラティニがセンター前にシングルを打って、オースティンがホームイン。ここで6対5とかになってんのかな？多分。で、ベルドゥーゴが2塁に行くと。で、ザラテがピンチヒッター。グローバーのピンチヒッターでザラテっていうのが出てきて、ザラテがレフト前にシングルヒット打ち、ベルドゥーゴがホームイン。これで6対6になったのかな多分。で、そのカラティニンがセカンドに行って、アビランっていうピッチャーにジェンセンから代わり、で、イートンがレフト前にツーベースを打って、カラティニンがホームイン。あ、違うか、それで6対5だったので、あれかアダム・イートンがツーベース打って、カラテニとザラテがホームインして、ここで一気に逆転っていう。でさよならっていう。おおすごいな。ジェンセンから普通にヒットバンバン打ったんですね。いやーこの勝利は本当でかいな。さあ行きましょう、2戦目じゃなくてホーム2戦目ですね。はい、全体としては4試合目か。ちょっと天気の悪い雨の日の試合ですけどね。でもちょっとねこの1個前のね先ほどの試合でブレーブス勝ってますからね、この勢いでちょっとこの試合も勝ってね、次の試合で決められるようなところまで、リーチまで持っていきたいですね。
hey, this guy pitched well this last one, getting through seven innings in his last start. We'll see if he can turn in another quality. Back now as we draw ever closer to the first pitch. Let's listen in to public address announcer Mike Carlucci. とりあえず、タッカーもね、まあ、先ほどの試合で2本ヒットを打ったので、打率は2割を一応超えたみたいです。まあ、なんとかね、1割台はと思ってたんで、まあ、この試合もちょっと2本ぐらいね、打てるように、ちょっとね、頑張りたいですね。さあ、ということで、まあでもね、ブレーブス自体はね、今ね、乗ってますからね。さあ、ブレーブスのピッチャーはロビー・アーリンというピッチャーですね。一応こう今年のブレーブスのレギュラーシーズンの3本柱、ヘンドリックスとルイス・ゴハラとこのロビー・アーリンというこの3人がね、勝ち頭っていう感じだったので、この試合は結構期待できるかなと思いますね。行きましょう。ちなみにね、そうなんですよ、ドジャースのピッチャー前剣です。前剣との対決、前剣もね結構球種が多くてね、打ちにくいんですよね。フォーシームスライダーカーブ、サークルチェンジカットボールって感じで、こちらはアダム・イートンが一塁にいますね。スライダー、まあでも10球だからな。行きましょう。おお、てか足速いんだよなアダム・イートン。タタタタッと走ってきましたね。オッケーオッケー。いや余裕でしたね、タイミング的な全然余裕。さあこれ攻めて進塁打を打ちたいけどな、まあ、つなげたいですね。さあ、ワンツー、これはどうだ、今のところストレート2球とスライダーですね。おお、いいとこ飛んでんじゃない？ああ、チキショー。ただこれで、まあ一応でも進塁打にはなったか。オッケー。まあツーアウトになっちゃいましたけどね。いやー、今のでもう一伸びしてたらね。まあホームランかもしくはフェンス直撃とかになってたかもしれないですけどね。いや、悔しいな。まあちょっとね、やっぱ詰まってたとは思うんですけどね。上、マジか、3-0、やべ。ロビー・アーリン大丈夫とか言ってたけど、全然ちょっと先制取られちゃってますね。どうだ、OKOKOK。さあこれ走りますか。よし、初盗塁決めるぞ。いける、これはいける。よし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 、いいぞいいぞ。この前剣全然あれですかね、クイックとかしてなかったからね。 OK。 さあ頼むぞ、ちょっとねスコアリングポジションにランナーいるんで、ここでなんとか1点は返したい。いやー、ダメでしょ。おー、ラッキー。ダメか。うわ、やっちまった。いやー、今もうちょいスタート早く行ってたら分からなかったけどな。やってしまった。ちょっとよからぬ、変な余計なことしてしまったね。いや、ちょっと待って。
守備クソだな。っていうかね、たまにあれそうなんだよね、ボールに反応してくれなかったりするんだよね。まあしょうがない。ちょっとね、ヘボい守備とあとヘボいランナー操作だったんで、ちょっとここは巻き返したいな。いや依然として 3-0 か。Swing, high drive, deep down the left field line. This ball is slicing, and that nearly would have gotten him on the board. Instead, it's a long foul ball. Another one fouled off, and he's quickly behind 0-2. The windup and the 0-2 pitch. Swing and a miss as he chases one out of the zone for the first strike. カーブだ。タイミングが完全に外れされてますね。さあ集中集中。これね、やらしょうがない。Boy, so frustrating as a pitcher. You make a quality pitch on the inside half of the plate right there. Try to bust him in, D-Row, and he fights it off the other way. Yeah, you tip your hat to the pitcher right there. He executed his pitch. さあ。どうかな。 6-0。 あーこのピッチャーですね。くー 6-0 か。さあショータイムですね。さあオーラーしゃー。いや飛んだね。しかしよし、だいぶちょっとねホームランとか、まあ、打撃も少し上り調子かな。一応この動画でもね、さっきの試合とこの試合とでねホームラン2本ずつね、あ2本ずつじゃない、1本ずつ打ってるんでね。いいね、ノリノリだね。Wow, that's a tough one. Certainly not the way you want to start your day. ていうか結構かなり飛んだよね。それにしてもどこまで行ったこれ。おお、上の方まで行ったね。さすがにちょっと今回は大逆転勝利とはいかなかったですね。これでちょっとね、ホームでの3連勝にはならないので、いずれにしても次の試合、まあ、勝っても負けてもまたドジャースの本拠地、まあ、ブレーブスからするとビジターでのね試合を迎えることにはなりますね。いやー、まあでもなかなかこう簡単にやっぱ勝てないっすね。勝たしてくれないね。あーもう結果的に 6-1 ってさっきのホームラン1本にとどまるっていう、まあしょうがないですね。さあということでドジャースは今回は誰がヒーローですかね。あーマイケンなんだ。まあそっか、そうだよね。7回投げて7イニング投げてヒット3本6奪三振。いやいいピッチングだったよね。そう、you come to play like he did and make a big difference for your team, it's something that won't be forgotten。はい、ということでちょっとじゃあ一旦戻りましょうかね。はい、ということでクラブハウス戻ってまいりました。いやーにしてもね、ちょっとこう3戦目ね、なんとかギリギリ大逆転勝利できましたけど、まあ4試合目はね、まあ、そうもいかず、まあ、そのまま普通に負けてしまいましたね。いやーロビー・アーリンもな、失点、まあ、最初の3失点がなんだかんだ響きましたね。で前剣もね
いいピッチングしてたんで、なかなかブレーブス打線もね、こう打ち崩せずっていう感じで、ということで、まあ一応これでね、またタイで2勝2敗という感じで、まあシリーズ的にはね、かなり面白い展開にはなってるのかなと思うので、まあこのね、次のこの3戦目、ホーム3戦目、まあ5試合目ですね、ここでどっちが勝つか、まあ、これで勝ったチームが、まあ、次もうリーチかかるので、ここ次第で結構変わってくるんじゃないかなと思いますね。なので次の試合はね、どうしても落とせない、負けられない戦いって感じになりそうですね。はい、ということで、まあ、ちょっとね、動画的にはいい感じの時間になってきてるので、一旦ここで区切りにしたいと思います。次回どうなるか、チャンピオンシリーズで負けてしまうのか、それとも勝ってワールドシリーズを決めるのか、はたまた最終戦3勝3敗で最後の7戦目に持ち越すのかっていうね、結構次の動画どうなるか非常に楽しみですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらね、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。